ゴゴゴゴメスゴゴゴゴゴメスゴゴゴ、はいはい、いやー、鉄の健介です。ラガキビーズフル、続きやっていきたいと思います。クラスメイトは全員変人。1時間目、12月1日、中たるみのモードから新規一転、放課後に向けて少しは気合い入れて授業に臨みますか。ちゃんと授業に始まるんや。こんなカオスなゲームでも授業は始まるんじゃ。授業時間、とりあえずなんかしましょう。お前そんなザックバランでいいんか。学校やろここ。とりあえずなんかしましょう。授業時間だけ勉強しろって話やけどな。きっと何かの役に立つはずです。ああ、将来的にな。眠る、体力を向上させます。知りにくい体を作ろう。いやこれ授業やけんな、学校やけんな。死ににくいって死ぬ要因なんかあるんかな。よっぽどのことなかったら死なんで。学校にテロリスト攻めてくるとかそういうことじゃないと死なんぞ普通。勉強、学力を向上させます。頭の良し悪しで講義回数が決まります。この講義回数って気になるけど、まあ勉強は普通やな。筋トレ。いや授業中に筋トレとかやってみ。腕立てかけてほうほうほうとかやってみ。みんなからすっごい嫌な目で見られるぞお前。語彙力上昇ね。妄想。妄想力を向上させます。いつか魔法が使えるようになるかもね。かっこうぞ。もう妄想に至ってはさ、メリットを何も感じんの。1時間目、とりあえず1時間目じゃ。放課後の対決に備えて特訓するよ。対決って何？初耳だけど。え、パート1でそんなこと話しちょったっけ？対決なんか言おったっけ？言ったような、言ってないような、わからん。まあ授業時間につけた力なんて所詮間に合わないんだけど、ないよりはあった方がいいかな、なんて後ろ向き。授業中に戻す、伸ばしたパラメーターで、放課後戦うつもりだから、一つの力を伸ばすよりもバランスを重視で覚えた方がいいかもね。そうなん。ちなみにさっきの説明は右クリックでもう一度見られるから安心してね。説明を見るだけなら行動力も消費しないから。行動力消費して何かするタイプのゲームだよな。スタミナ的な感じかな。パラメーターを大幅に伸ばすコツは気分を上げること。休み時間に友達とお話しすると上がるんだけど、授業中はそうもいかないので、アイテムを持ってたりすると何か起こるかも。アイテムあるんやね。そして同じ授業態度を連続してすると、わずかにボスボーナスが出ます。ビビたるものだけど。ビビたるものだけど。ちょっとその言い方ちょっと俺好きじゃないな。注意事項だけど、授業中はセーブロードできないよ。じゃあ頑張ろう。学校生活の始まり、つまりとりあえず4つの中からとりあえずうまく能力を上げていくゲームなんやな。ゴメス。気分だるい。もう全然だるそうに見えんような顔やけどな。元気はつらつしとるな。オロナミン C のできたかってぐらいのレベルやけどな。行動力が3つあって、すべて効力を1消費。ああ、とりあえず、まあ、物は試して、とりあえずさ、筋トレやっとこうか。筋トレしました。さらっと言うな。普通やらんことをさらっとやるよな。筋力がプラス3上昇、行動力を浪費した。1回の筋トレでよう行動力3も上がったな。先生が怒って投げたチョークをかわした。調子に乗って気分が上昇。よかったで。それは先生も怒るわなって状態やったけど、よけたんじゃ。反射神経いなこめす。本当にプロ野球目指せるんじゃないかな。第2ターンじゃ。行動力があと2つあるけん、とりあえずまだ何かできますよ。体力欲しいな。で体力を増やします。オッケー、寝ました。さらっと言ってくれるな。要するにさ、筋トレして疲れたけん体力回復みたいな感じになってきた。一連の動作になったんじゃ。授業時間一つも無駄にしようとしてないな。すごいこと。気分普通になってるよみたいな。体力がプラス7上昇、行動力を消費した。こういう育成ゲームだったんで、意外と。ちょっと予想外だった育成ゲームだったとは思わなかった。寝すぎて怒られた。気分が下がった。クソ、教師め、まただるい状態になってしまったよ。
ここら辺でさ、妄想力が他の能力に比べて数値が低いんで妄想しようかな。一番ベーシックな授業中の過ごし方、ベーシックなんかよかわいそうに。この子もちょっと中二的な方向に持っていく思考があるのか。妄想力が上がりますが、にやけると気味悪くなれます。あるあるじゃ。俺もそういう時たまにある。たまにじゃないな、しょっちゅうあるけどさ。妄想しました。案外ゴメスって BL 好きなんかもしれんな。うん。妄想力がプラス5上昇。行動力を浪費した。そろそろ1時間目も終わりの時間だね。10分休み。はい、ここでちょっと会話してみんなとワイワイしようっていう話やな。休み時間が始まって暇を、私はなんとなくナナちゃんに話しかけてみた。ナナちゃん、あ、この子か。あ、いや、裏番や、裏番の子だこれ実はあんまり名前覚えてないけどさ、ナナちゃんってちゃんと名前が出てきてから話しかけてくれるのが良かったところ。いやー、切な気をつけたよ。クソ、お前俺の挨拶パクるな、お前。いやーって言うてさ、名前を名乗って今俺だけじゃ。あんた暇だね。どっか入ってきた。さすが裏番、先制攻撃を仕掛けてきたぞ。ああ、第一声がそれってひどくない？何かよ。何も用ないけど、ほら暇人だ。まあ妄想とかしようけ暇なんだろうなって思うけどさ、言わないで。ああ、このまま暇人扱いされるものなんだし、何か別の話をしよう。来た、選択肢。授業やる気が出ないよね、それ。そのジャージってさ、そのジャージってさって突っ込んだらさ、そのジャージについてのなんか魔物的な話があるかもしれんけど、それ聞こうか。奈々ちゃんが着てるそのジャージってどこの学校のジャージなの？お前らの学校のジャージじゃないんかい。いつも疑問に思ってたんだ。2年になるときバレー部の先輩からもらったタコのジャージ、暖かいしパンチラ防止のために履いてんだ。パンチラパンチラって言葉一つだけでこんなに顔を赤らめる女子ってもう最近そうおらんとは思うけどな。なんてハレンチな響きなんだろう。思春期も思春期もいいとこや、今の反応。なんてハレンチな反応。今のだけちょっとリプレイで何度も流そうかな。嫌に食いつくね。だって奈々ちゃんのパンチラって卑猥すぎる。は？気持ち悪いことばっかり言ってると殴るよ。すいませんと言ってもビジュアル的にあんまり良くないから、本当を言うと脱ぎたいんだよね、女子高生らしくさ。けど不良が突然喧嘩打ってきても、これさえ履いていれば普通に戦えるから、どうしても必要なのよね。戦うこと前提で履いとんやな。1年の頃ジャージー履かずに戦ったらパンチラ写真撮られて裏で流出してるんだよ。パンチラ撮る方も撮る方やけどさ。参ったで話せるお前の神経がすごいわ。なんて裏が恐ろしいんだ。手に入るならばぜひ欲しいものだと思ったのは内緒だ。ゴメスのポジションがわからんようになってきた。君はどういうポジションで生きていくつもりなんだ、この子。クラスの位置とかそういうクラスのポジションどこのあたりにおるんだろう。なんだ、10分休み、昼休み、何かしら好きなことをすればいいと思います。いいと思います。なんかすごい委員長的なことを言い出した、お前。はい、誰々君は誰々君に謝ればいいと思います。なんか説明がさ、ちょっと他人行儀というかさ、俺のこと心配してくれよんかなって思う。行動によって友達ができたり、クラスが平和になる場合があります。あ、そうそう、このゲーム平和に、クラスを平和にするようなゲームっていう説明があったな。遊び方、脱ぎ出しの行動で行動パターンを選択してください。または F キーか F1 キーか F2 キー。これ何？物の説明が見れます。製造する、片付けます。もらっとく。ゴミって書いて線引いて、あいて、みんなゴミしか持ってないやな。勉強道具以外は全部ゴミ。勉強道具も持てないかもしれないレベルかもしれないけど、所詮ゴミなので最大1個しか持てませんし、使うとは限りません。もらっとくやもんな。もらうじゃなくてもらっとくやもんな。も
もう何に使うか分からんけど、とりあえずみたいな感覚がすごいプンプンしてるからね。友達アイコンで友達とお話してきます。こんなやつこんなやつで出されたさ、奈々ちゃんの気持ちにもなってほしいんやけど、何でも好きなことをすればいいと思います。もう二度目やないか。本当に何でも好きなことやっていいんだよこれ。あ、そうか、セーブもできるんやな、ここだ。よっしゃ、セーブじゃ。10分休みやけど、行動力めちゃくちゃ高いぞ、セーブ。で、戻るのこれか。とりあえず掃除しながらさ、これ散らかりよう。これ何とか、これ何これ何見てわからんのか。わからんけどさ、どう見たってこれ焼き芋しか見えんもんな。これ何って言われても。翔平が山のように吸った。あ、そうか、木くず。そうだった、そんなこと言おったな。本人は自分の周りが汚いことに気づいていないようだ。これ何って言おう時点でお前らもそんなに気づいてないだろう。エイダ君が山のように吸った消しカス。何を消して粉になったのは不明だが、裏がありそうだ。はあ、とりあえず掃除しよう。あ、なんこれ。こう触れたら、ちょっとキャピみたいな手の形にして、ちょっと離したらこう下ろす。燃焼系、燃焼系、アーミノスティッキ。燃焼系、燃焼系、アーミノスティッキ。こんな運動しなくってもう。なんでこれ。よっしゃ。とりあえず清掃やな。この小平平のゴミを。全く仕方のない小平平だ。私は木の数を片付けてあげた。優しい。教室が少し平和になった。平和度3。こんなんで平和になるんだ、この教室。たかが知れてるな、危険なんて。すまんすまん、木くず片付けてくれたんだな。謝って許されたら警察はいらない。ということで、小平平は罰として校庭20周年。あ、テニプリの手塚風やな。手塚的な罰ゲームやな。タリ使っていい。あくまでお前はそういうキャラで行くんだな。ダメダメ。翔平平と少し仲良くなった。なったんじゃ今ので。そんなに噛み合ってないのに。仲良くなったとはいえ、全然噛み合ってないのに。よっしゃ、次の行動。こういう感じで仲良くなったら、後々なんかありそうやけん、掃除でもう一個のゴミも清掃。この黒い絨毯を片付けますか。私はしぶしぶ消しゴムの数をかき集めた。あー、消しカスを集めて、それを固めて、なんか練り消しみたいにするんで、ちょっと昔の流行りだしね。にしても、何を勉強したらこんなになるんだ。俺としてはさ、この教室の人間一人として勉強しなさそうに見えるんやけどさ。川上、やってるの？おっと、出てきたな、ルルーシュモドキ。エイタ君、何やってるのじゃないでしょ。こんな大量に消しカス捨てちゃダメじゃん。ああ、片付けてくれたのすまんすまん。じゃあ俺は忙しいので。私の話聞いてるの？っていうかさ、捨てていいのは捨てられる覚悟のあるやつだけなんだよ。逃げた。エイタ君は全く反省していないようだ。うん、仲良くなれへんかった。クソ、あいつ社交性っていうのがないな。いや、クロスのクラスの大体のやつが言えることやけどさ。ルン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 、次は何やるの？ルン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 。ヘイ、じゃあここクリックして、これナナちゃんやな。あ、行動力足らんのじゃ。あー、じゃあ今回はもらっとく。てかゴミ増えてるやん、あいつら。俺が掃除したのを見てなかったのか、クソ野郎。クソ、丁寧に捨てたというよりか丁寧に置いたように見えるけどな。気になるけんこいつも掃除しとこう。なんこれ、俺ノートやって完全に中二病的なこと書いてるよね。ダークフレームマスター的なこと書いてるよね。このノート誰んだろう。大学る、私がノートを片付けようとしたとき、リンちゃんが現れた。リンちゃんか。こりゃ中身覗いたら危ないもんが見えてくるパターンのやつやな。あ、私のだよ。え、
返して、わたから、わかったから返すから。あ、ゴメス的にはもう関わりたくないタイプの人間やなっていう認識があるんやな。お願い、カミソリを振り上げて。あー、そりゃそりゃ分かったら返すからになるわな。返すから、それ下ろして。ダメよ、人々への恨みつらみを綴ったそのノートをゴメスちゃんが開いた途端、喉をかき切るんだもの。ひー、私はノートを置いて逃げた。銃刀法違反だ。平和が乱されるところの話じゃないよ。それで平和度5も下がってる。こいつ、こいつ、何気に教室で一番危ない人気じゃないのか。あんな成功じゃなかったら可愛いかもしれんかったのに。もう、2学期からイメチェンデビューする。あ、いいやん。うん。リンちゃんが友達を強要してきた。嫌やな。拒否ろ。リンちゃんが近づいてきたらさ、真っ逆さまに俺購買行こう。あ、ごめん、私昼の飯買わないといけないから、じゃあねみたいな感じでさ、しらきろしらきろ。何をしよう。よっしゃ、時間的にこの辺で。このゲームの進め方こんなんでいいだろうかっていうような展開になってしまいましたが、セーブ。待てよ、授業中入ったけどセーブできんぞこれ。やべえ、このゲームの真意に気づいた。授業中に入ったらセーブできない。わ、ため取りがどんどん増えていくな、これ。続けて取らなあかんけん。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。落書きピースフル、ノベルゲームかなと思っとったら育成ゲームでしたね。しかも授業の時間の使い方がもう自由すぎてね、この教室がいかに無法地帯なのかを思い知らされた声優回でしたね。ただ俺からしてみたらもうゴメスやって無法地帯の住人みたいなもんやけどな。